札幌市民の足として親しまれている路面電車。でも今日はいつもとちょっと違うようです。ご覧ください、今日から札幌の市電もマスクを着用して走っています。上には着用をお願いしますというメッセージも書かれています。路面電車も今日からマスク着用で新型コロナウイルスの感染拡大防止をアピールしているんです。ちょっとマスクのサイズが小さくて安倍総理にも似てるなという感じもするんですけれど、確かにちょっと小さいんですが、はいはい、油断せずにマスクを着用しようと呼びかけるためなんです。マスクをつけた車両は2両で、材料は古くなったテーブルクロスとゴムホース。今日から札幌市内を走っています。とても可愛かった。やっぱり外出するときはマスクですね。路面電車のマスクは替えがないので、汚れたら外すということで、1ヶ月くらいは見ることができそうです。